俺の区間は AWM、はいどうも、スコールです。今回はですね、まあ、実は、進撃の巨人の、スキンの修正、JP サーバーにも来ていたという話していこうと思います。がっつり来てましたね。前蒸気が出なくなったみたいな、超大型巨人から蒸気が出なくなったみたいな話はしたと思うんですけれど、まあ、なんとですね、普通にがっつり修正されていたという話です。まず最初にですね、普通にスキンの方をつけていきましょうか。これまだ俺これ、永久になったね、これ。まあいいや、これはどうでもいいんですけれど。ちょっとつけていきますね、進撃のスキン。対象になってそうなやつをちょっとね、つけていこうかなというふうに思います。対象というか、まあ全部対象ではあるんですけれど、まあわかりやすいですね。わかりやすいやつですね。それをつけてやっていこうかなと思います。はい、というわけで、つけてまいりました。一応ですね、僕、進撃のスキンをそんなに大量に持っているわけじゃないんで、まあ、あんまないんですけれど、一応その、修正対象となっていた、超大型の巨人のマスクと、あと、マントですね。あと、シャツはですね、一応そのエレンが書いてあるやつ、これを装備してます。靴もまあ一応進撃なんですけれど、まあ、ほぼ変わりはないと思います。ほぼ変わりはないと思うんですけれど、一応これもね、どうなったかっていうのを見ていこうと思います。で、これ、見方があるんですよ。一回ちょっとこれリログしますね。はい、そして、ログインしてまいりました。ログインしてですね、ここで言語をですね、艦隊中部に変えるんですよ。変えてから JP の方ログインしましょうか。こうするとですね、なんとこれ、見た目が変わっていると。ただのなんか白いおじさんになってるというわけなんですよね。一応ちょっと倉庫で見ていきましょうか。見た目がどんな感じですかね。倉庫で見ると、顔はまあね、もう見事にあれですね。真っ白なただのおじさんですね。すごいなんか、彫りが深いというかですね。すごい怖そうなおじさんですよね。で、マントとかは変わってないみたいですね。マントは全然変わってないです。普通に自由の翼ついてますし、進撃の巨人っていうですね、ロゴも入ってますね。シャツも、まあ、あんま変わりはないといった感じですね。で、ついでに僕ね、さっきパンツをね、この、今つけてる金色のパンツあるじゃないですか。これつけてるんですけれど、この金色のパンツを JP に戻すと、なんかこの今ズボン短パンみたいな感じじゃなくて、きちんとしたパンツになるだけん、パンツの修正も、胸元の修正とかも、進撃の修正とかも、すべて JP でも実は行われているんですよね。そういう感じなんで、これはまあ、ちょっと普通に補填した方がいいんじゃないのっていう。ね、変えたのであれば、補填した方がいい案件と思いますんで、やっぱり進撃の巨人が好きなユーザーさんもいらっしゃいますし、やっぱコメント欄には中にはですね、進撃の巨人というね、タイトルに対する侮辱なんじゃないかというですね、意見もありましたし、まあそういうやっぱ意見が出てくるっていうのは、きちんとケアをしてないから出てくるわけで、まあそこはちょっとしっかりしてほしいなというふうに思いますね。はい。で、一応胸元の修正もこれちゃんとされてますね。これ見るとですね。どんな修正やっていう、これなんか、胸をマジックで塗ったんじゃねえかみたいな感じの修正になってますね。この下乳のやつもそうですけれど、無理やりすぎんだろ。塗ってるだけじゃん、これな、マジックでな。昔なんかこち亀であったぞ、なんか、服をね、なんかマジックで塗ってから、全裸なのに服着とるように見せるみたいな回があったんですけれど、ちょっとそれを思い出すですね、これ。特感工事すぎるよな。まあ、仕方ないと思うけどね。まあ、こんな感じでですね、修正の方されておりましたけれども、まあ、ワンチャンですね、このスクショ、なんか自分の好きに見た目変わってるんですけれど、どうなってるんですかっていうのをですね、問い合わせたらこれ、なんとかなるのかもしれないですね。まあ対処方法として日本語に書いてくださいみたいな言われたら終わりかもしれんですけれど、まあそんな感じでいけるかもしれないんで、いかがでしょうか？されてみてもいいんじゃないですか？僕は知らんですけれど、はい。まあ JP サーバーでも修正の方されてますんで、それに対するアナウンスぐらいはですね、した方がいいと思います。やっぱ最近ですね、説明不足の部分っていうのがものすごく大きいですので、まずはそのきちんとしたですね、その説明の方をされてからですね、そこからまあいろいろケアするべきなのかなというふうに思いました。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方をよろしくお願いします。Twitter やってます。フォローしろと言われたらフォローしますのでよろしくです。TikTok、ミネタブ、そちらもやっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。最近サブチャンネルで動画やライブの方を出してます。そちらもよろしくです。あと LINE も始めたんで、よかったら LINE の方もですね、フォローの方よろしくお願いします。LINE では結構ね、動画の通知とか最新情報の方を発信しておりますので、そちらもぜひ見られてください。それでは。はい、というわけで、まあ、一通り終わりましたんで、エンディング後にですね、話していくわけです。まあ、最近ちょっと、ね、コメント欄をですね、コメント返信をですね、こうやって最後の方はしておりますんで、
まあ、早速ちょっとしていこうかなというふうに、まあ、思います。よくね、まあ、全然違う話なんですけど、偽物きつくないんですかってよく聞かれるんですけど、まあ、きつかったらセンスよね。きつかったら。こいつ待って、偽物やめましょうって書かれたやん。知らんよな、そんなのな。やめるわけねえじゃん、バカみたいな。ね。重くないですか？ ね。やめるわけないよね、偽物。これね、これあれだろ。こういうあれだろ。こうやって捨てキャラでさ、こうやって、やっといてからの、俺にこうやって本文を伝えるために、煽るためにやったんかな、これ。わからんすけどね。ギャグ、マジ。動画で撮るぞ、マジで。ギャグ。たまにこうやってね、コメント欄でね、コメント欲しいですってやって、言ってきてね、煽ってくれておるんですけど、基本的にこうやって瞬時に押すんで、あんま気づいてないっていうね、正直本文全く見れてないんで、まあ、終わりたいのであれば、Twitter かね、YouTube のコメント欄でお願いしますっていう感じなんですよね。全然見れてないんで、YouTube コメント欄とかもですね、全然来たら、僕は対応してますんで、アンチコメントでも僕、しっかり返してますから、ね、偉くないですか、マジで。アンチコメントはちゃんと返してるんですよ。ね。まあ、その返しとるときは結構ね、適当な返し方しようですけど、やってますんで、偉くない、マジで。ほんまな。まあ、その代わり僕の数字にはなってもらいますんで、よろしくといった感じです。まあ、こんな感じでね、動画の最後の方で、毎回コメ返しますので、よかったら皆さんね、僕のプロフィール欄コメントされてみてください。それでは。